惹かれててお亡くなりになっていた蝶々がいました。どうもバグズデザインの夢木です。今回はですね、蝶々を採集していきたいと思うんですけども、採集道具として虫網は必要ございません。なんでかと言いますと、すでにお亡くなりになっている蝶々を採集するからです。車とかにすでに惹かれてしまった動物とか昆虫のことをロードキルと言います。蝶々も例外ではなくて、車などに惹かれてロードキルされてしまった個体がいます。かわいそうだな、ちょっともったいないなって思っていたんで、今回はそのロードキルされてしまった蝶々の羽を使って作品の素材として採集していきたいと思います。早速行ってきます。こういう割と広い道沿いに来たんですけれども、だいたい午前中に蝶々低い場所飛んでることが多いんで、そのタイミングで引かれてしまうことが多いんですよ。あの大きさは、これはじゃん、熊のうんちです。 2,3 日前といったところですかね。熊いるってことなんで注意していきましょう。道路脇に黄色スズメバチさんが死んでますね。大丈夫か。特に目立った外傷はないんですけど、これもロードキルですね。道端に倒れてたんで。こうやって花壇が道沿いにあるんで、割と惹かれてしまっている蝶々とか昆虫も多いと思います。惹かれている蝶々いましたけど、ちょっと惹かれててお亡くなりになっていた蝶々いました。縦波長系のロードキルされた蝶々がいましたね。羽は綺麗ですけど、胴体が完全にやられてしまっていますね。やっぱりロードキルありますね。ロードキルの対策としては、やっぱり運転者ができるだけ速度を落としてあげることですかね。早いとね、本当に鳥とかも引いてしまうことありますから、気をつけないといけませんね。公園の脇にアゲハチョウがいましたね。もう9月なんですけど、まだアゲハチョウも活発に動いてるみたいです。ちょっと一回別の場所行きますか。ポイントを移動しました。この白蝶もロードキルですね。トラックに引かれて、そのまま風の勢いでこっちの歩道側に乗り上げることが多いですね。これは狂門系ですかね。またロードキルされてました。蛇の目系が多いんですかね。道路で引かれた個体が道沿いですね。こういうところに風でクジャクチョウが引かれてますね。今回採集できた蝶たちですね。このジャノメ系が3頭と、白蝶系、多分もう白蝶ですかね、が1頭と、表門蝶系が1頭と、縦波蝶系、おそらく新縦波とクジャク蝶ですね。合計で7頭採集することができました。今回は作成するインテリア標本の素材としてこの蝶たちを採集してきました。次回はそのインテリア標本を実際に作る動画を更新したいと思います。ぜひいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた。